今日は102ページの修正法についてお話ししましょう。ここには誘導瞑想を使った修正のことが書かれています。誘導瞑想は感情脳を治すものです。とても便利なんですよ。私の別のシリーズで誘導瞑想の小部屋というのがあるので、そちらの方もぜひ参考になさってくださいね。この誘導瞑想では必ず最初にこう言います。お前はマイペースがいいって思ってるんだね、とかこういう言葉ですね。これはどういうことかと言いますと、チャイルドはたくさんいるので、マイペースでいいと思ってる自分もいれば、そんなの嫌だ、誰よりも早く行きたいと思っている自分もいるわけです。早く行きたい自分にはこれを言う必要がありません。それは直す必要がないからです。ですから、これから言う言葉を誰に向けて言っているのかということをはっきりさせるために、お前は何々だと思っているんだよね、ということを最初に言うんです。そうするとマイペースでいいでしょうって思っている自分がそこで起立するわけです。そしてその立ち上がったチャイルドに向かって以下の言葉を言うわけですね。それは、でも本当はこうなんだよ、とか何を間違っているかを教えるわけです。そしてこれからはこうしなさい、ということを言います。これが大体の誘導瞑想の修正文の流れです。そしてこの誘導瞑想をするときに、例えば現在の自分が営業ができなくて困っているとか、人とコミュニケーションができなくて困っているとか、そういう現在の事情をなんとかこのチャイルドで直そうとするのもいいことなんです。チャイルドだから仕事のことなんて関係ないでしょ、ではなくて、チャイルドは別に本当の子供ではなくて、あなたの脳の中の子供の部分ですから、その部分に仕事をしてもらうということはとてもいいことなんです。例えば外に遊びに行くのが好きなチャイルドであれば、これは営業に役立ちますね。お母さんに話を聞いてもらいたいチャイルドであれば、コミュニケーションにも役立ちますね。こういうふうに現在欲しい能力と絡めて修正するのもありなんですよ。こんなふうに誘導瞑想はいろいろなことに使えます。ですから誘導瞑想をいつもいつも頭に入れておいてくださいね。多くの人は問題ができてもこの修正法を忘れて何もしないままになっていたりします。あの人と仲良くやらなくちゃと思うだけでとどまってしまい、そこでチャイルドと話すということをしないんですね。ですから何か問題があったら、必ずそれを起こしているチャイルドと話すということをしっかりと頭に入れておいてください。ではまた次回。